グワカルオ、すぐはカルオのお暇なら映画でも。全裸監督見終わったんですよ。僕さっき今日の昼間見終わったんですよ。全裸監督ってみんな見てますかね。見てないかな。ネットフリックスのまあオリジナルドラマなんですけど、まあ AV 監督村西徹の人生を描いたドラマなんですよね。で、おそらくかなり誇張した、史実のお話という感じなんだと思うんですけど、あの僕村西徹世代じゃないんですよ。なので村西徹のことはあまりよく知らないんですけど、ただ全裸監督見たらこの人の人生すげえなというふうにね思いましたね。僕村西徹は全く知らない世代で、そうそう、バラエティ番組とかでたまになんか出てきた、なんかブリーフ履いた変なおっさんっていうイメージしかないんですよね。まあ僕の時代だと、まあ AV って言えば、まあ僕はレンタルの時代なんですよね。で、中学とか高校あたりになると、借り始めるじゃないですか。だから僕、加藤隆もあんまりよく知らないことはないけどって感じですね。で、まあ中学ぐらいになると、誰かが持ってたりとかするじゃないですか。AV を。で、借りてみたりとか、あそこのレンタル屋は、なんか未成年でも行けるらしいっていう情報がね、もう周りにはもう入ってくるんですよね。ガンガン、おお、そうなんだ、じゃあ行こうぜみたいな。とか、あとは何、友達の兄ちゃん、友達が、兄ちゃんがいる友達とかだと、兄ちゃんのレンタルのカードを持ってきたからちょっと今日行こうぜとかね、そういう感じでエロビデオを借りに行ったりした時代ですね、僕はね。で、この全裸監督にも宇宙企画出てくるじゃないですか。やっぱね、みんな宇宙企画でしたね。僕の周り、僕もそうだし、僕の周りもね、僕の周りもやっぱみんなね、あの、なんていうの、別にメーカーで借りてるの、借りるのを選んでるわけじゃないのに、借りてきて、まあ何本か借りるじゃないですか。あ、まあ人によるだろうけど、あの僕らはまあ何人かのグループで行くことが多かったわけですね。レンタルビデオ屋さんに借りれるカードを持ってるやつっていうのはヒーローが一人いるんで、そいつを中心にして、あ、じゃあ俺もこれお願い、これもお願いって言って何人かのグループで行くんですけど、あので、借りた後全員で回すわけですね。じゃあ今日俺これ、明日お前はあれ持ってこいよ、うん分かったみたいな、はいってこう回してこう見たりするんですけど、やっぱ宇宙企画が多かったですよね。また宇宙企画かよみたいな、ね、そんな感じですね。世代的にはそれが世代なのかどうかよく分かんないけど、で、このまあ全裸監督、全裸監督はまあ本当に面白いですね。あのちょっと信じられないぐらい面白いです。まあ今シーズン1とシーズン2がね、できたわけですけど、もし見てない方いましたら、あの見ていいと思います。あの女性でも全然見ていいと思います。めちゃくちゃ面白いです。あの人生が波乱万丈すぎてですね、ちょっとびっくりですね。だからまあネタバレはしませんけど、ハメ撮りと会社が、村西徹が作ったっていうのを僕はこの全裸監督で知ったんですよ。すげえなって思いましたよ。で、あの会社の社が僕シャワーの略っていうこともさっき知りましたよ。この全裸監督2で出てきます。あ、2で出てきますよね。出てくるんですけど、あれシャワーの社だったのみたいな、初めて知ったっていうふうにね。僕はついさっき
ていうか昨日とか一昨日とかそんぐらいに知ったんですけど、まあとにかくね、究極まで上り詰めるシーズン1、そして地の底まで落ちぶれるシーズン2っていう感じで、めちゃくちゃ面白いです。あ、こんなに面白いドラマ日本でも作れんじゃんっていう風に、ね、思いましたね。エロを題材にする面白さっていうのは当然あるんですけど、エロで、なんていうの、客の目を引くっていうね、そういったところはもう当然あって、それもすごく面白いんですけど、それよりもですね、やっぱこの村西徹のこのバイタリティの高さ、この周りの人をどんどん魅了していく力、チャンスを確実に掴もうとする度胸、そういったのがもう十二分に発揮されているんだっていうのがね、もう本当にこのドラマを見てひしひしと感じましたね。ああ、すげえなって思ったし、本当にドラマの面白さっていうのもすげえなと思いましたね。まあ、シーズン1は、あれ、いつやったんですっけ？去年か一昨年作ったんですよね。で、シーズン1も本当に面白かったんですけど、ただ僕、一つだけシーズン1不満があって、基本的にはずっといいんですけど、あの警察パートだけがなんか急に雰囲気が変わっていまいちだなっていう風に思ったんですよね。シーズン1の警察パートはちょっとなんていうの、芝居というか演出が全体的に臭すぎるというか、そういった感じがあったんですよ。でシーズン2どうかなと思って見たんですけど、シーズン2はそこは良くなってはいたんですけど、ただ全体的にはちょっとこじんまりしちゃったかなというか、まあ綺麗にまとまりすぎたかなっていう感じもちょっとあったんですけど、シーズン1のこのなんていうの、はちゃめちゃさみたいのはちょっと抑えられた感じはあったかもしれないですね。ただまあ物語的にシーズン1は上り詰める、本当にね、1サラリーマンが日本の頂点までこう上り詰めていくっていうところからシーズン2は地の底に落ちるわけですけど、だから上り詰めてる方がやっぱ見ていて面白いっていうのはまあありますよね。だからシーズン2がちょっと綺麗に小ざっぱりとしたというか、ちょっとまとまりすぎているっていう感じがしないでもないですけど、ただあのそれがつまらないという評価には全くならなかったですね。ただね、シーズン2はちょっと余計なタレントの出演がちょっとめちゃくちゃ多くて、その辺はちょっとね、いらねえなっていうふうに思ったりはしましたけど、まあでもタレントを出すっていう理由の、意味は映画監督に僕話を聞いてね知ったんで、なんでお笑いタレントを、出すのかっていうね、理由はこういう理由、こういう理由だよっていうのを聞いたんでね、まあしゃあねえっちゃしゃあねえかっていう感じはね、まあしないでもないかなという感じがしましたけど、ただめちゃくちゃ面白かったです。ただね、こうやって今僕文句言いましたけど、視聴者っていうのは勝手なことを言うもんなんですよ。こういった僕みたいな、こんなこと文句言ってたぜっていう声を無視して、自分たちが面白いと思うものを作っていって、それができれば、面白いものが出来上がるはずだというふうに僕は思います。あの視聴者の意見を気にするとつまらないものができると思うんで、自分が面白いと思っているものを作っていってほしいなと思いますね。だから今回のこの全裸監督は、まあ、シーズン1シーズン2あったんですけど、多分ですね、好きなように作れたんでしょうね、きっとね。よく知らないですけど、どういった裏事情でどうなってるのかっていうのは、あのこんなに面白いのまだ作れたんだっていうふうに本当に思いました。なんていうの、ネットフリックス入ってない方いると思うんですけど、全裸監督を見るためだけにネットフリックスに入ってもいいっていうぐらい価値のあるドラマです。
ネットフリックス見終わったら解約してもいいっていうぐらい、そのぐらい価値のあるものすごい面白いドラマでした。あのこんなに面白いって本当に思いましたよ。感動しました、この面白さに。ねえ、もし見てない方、ぜひ見てみてください。ああ日本ってまだこんなにすげえもん作れたんだっていうふうにね思いますよ、本当にね。でさっき誰かコメント書いてましたけど、村西監督のね言葉で、もし人生で死んでしまいたいと思った時は下を見ろと、俺がいるっていうね、名言がありましたけど、村西徹は本当にね、本当に波乱万丈の土底辺まで行ってっていうこの感じがね、いやすげえなというふうに思いました。めちゃくちゃ面白かったです。全裸監督ね、おすすめです。まあね、やっぱ中学高校時代っていうのはね、男子高校生はエロのために生きてますからね。まああの頃のね、本当にエロビデオを借りたいっていうためだけにチャリンコで1時間ぐらいのかかる遠いビデオ屋まで行ってねであの幕をくぐった後だから、なんていうの、制服とかもそんなことしたって絶対にバレるのに、一応何、ブレザーだったらブレザーだけ脱いで、ブレザーだけ脱げばサラリーマンに見えるからみたいなアホな幻想を抱いてですね、さブレザー脱いだって、ブレザーを脱いだ高校生にしか見えないんですけど、でも一応そういった小細工をして、あの幕の奥に行ってですね、で時間かかるんですよね、エロビデオ探すのって。本当に平気で1時間2時間ずっと棚をこうずっとね、飽きもせずに見続けますからねあの頃のエロに生きている感じはね、懐かしいなっていう感じがしますよ。